はい、チーム D スター代表の瀬野です。新たな移動ビジネス企画というところでバス保管計画を提案します。バス保管計画はバス停を軸とした新たな移動ビジネス企画です。一言で言うとバスの、タクシーの配車さビジネスです。バス停にタクシー配車装置を設置し、バス停に近隣タクシーを配車いたします。これによりバス停からの24時間の車移動を実現し、配車の手間を省略します。これにユーザーは配車の手間を省略しでき、横須賀市は移動の活性化が可能、タクシー会社は新たな顧客の拡大といったことを実現します。まず、この回のビジネス企画の背景です。まあ、大きく2つの課題を考えています。1つは社会課題、日本全国で問題となっている人口減少、高齢社会です。これらの問題に対しては、国内の先進事例である富山県富山市を参考にします。富山県富山市は2005年頃から、これらの問題にいち早く政策を実施し、さまざまな魅力的な街づくりとしての成果を上げてきました。例えば路面電車の設置であったりとか、都心部への移住に対する助成です。これらの施策のポイントとなるのは公共交通を軸とした拠点集中型コンパクトシティです。でもう一個の課題としては交通課題、横須賀市は山間部のため、バスでの移動が必須となっており考えています。しかしながらバスは休日になると本数が激減し、終電も遅くなります。バスを保管する役割として、タクシーもありますが、タクシーも乱立しており17社あり、でまたそれ会社によって連絡先や、運営時間も異なっております。そこでバス停を軸とした移動手段の拡充が必要だと考えました。でバス保管、計画ですけども、これはバス停に配車装置を、設置し、移動を促進するというものです。我々 D スターがバス停にこの配車装置を設置します。でユーザーは配車装置を設置しタクシーを呼び出します。呼び出しが入るとウェブ上のサービスから近隣タクシーを配車します。タクシーは下車します。下車後は普通の通常のタクシー利用と同じになっており、降車した時にタクシー会社に利用者がタクシー運賃を払うというふうなものになっています。配車装置には、タクシーの配達予想、到達予想時刻を表示しており、簡単なボタン操作で配車ができるようにしております。で特徴としては大きく2点、省力化です。1点目、 IoT 技術や既存インフラであるバス停を利用することで省力化を実現します。で2点目が既存事業との共同です。バス会社にはバス停の利用料金を払います。でタクシー業者は、新たな顧客の拡大になるということで、それぞれに利益があります。また他社の配車サービスとの優位性に関してましては、今回の我らの提案では事前の準備が必要ないということですね。高齢者であったり一時的な旅行客に対しても利用可能、また配車時に電話番号を入力することで簡易認証でいたずら防止します。利用者 利用負担はないというふうなことを考えています。タクシー会社の請求で、賄っていきます。体制としては15人で、開発や運営を行っていきます。で最後ですが、プロセスです。配車装置を開発、配車サービスを開発し、バス会社へ交渉、設置を交渉します。でパートナータクシー会社へも営業をかけ、配車装置を実際に設置し運行していきます。必要な技術開発としてはタクシーの装置とそのウェブのサービスです。で資金としては、開発費等で大体1億円くらい考えています。で運用としては実現、初めてから開始してから1年を考えています。でビジネスモデルとしては手数料100円をタクシー会社に配車ごとに請求するというようなことを考えています。その中に料金の内訳や我々 D スターが 90% を取って、バス会社にその利用料として 10% を払うということを考えています。で売上、目標売上ですけども、横須賀市の年間の合計乗車人員を4000万人というのを平均大体資料から見積もりました。でここから 5% 程度を見積もって大体 1.8 億円年間売上です。でランニングコストとしては、こちらも1億円くらいを想定しています。以上です。ありがとうございました。以上3組がテーマに新しい価値を作るまで